鈴木正幸は日本のドラマー。北海道札幌市出身。愛称はアンパン。12歳まで闘病生活を送っており、入院中、知人にラウドニスを紹介されたことがきっかけで音楽に目覚める。1985年13歳の時、コピーバンドにドラマーとして加入し、音楽活動を始める。その後、16歳の頃より、 オリジナル曲のバンドを結成し、主にスラッシュメタル、パワーメタルの分野で活動。2008年夏にセーバー・タイガーに加入するが、同年12月、関西防眼で他界した、樋口宗隆の後任として、高崎明よりラウドネスへの参加要請を受ける。それに合わせてセーバー・タイガーを脱退。樋口の後任として加入したことは、鈴木にとって、 憧れのバンドに入れた喜びと同時に大きなプレッシャーでもあった。ブログでは、樋口に対する敬意とともに、どうしても比較されてしまう辛さや、ラウドネスというすでに実績のある、ベテランバンドでの活動について、自身の苦悩を綴っている。2018年2月8日、体調の異変に気づき病院で診察を受けた結果、脳梗塞を発症していることが判明。幸い、症状は、 軽度のものであったが、リハビリや、隠し検査が必要と判断されたため、そのまま入院となる。これにより、ラウドネスとしての活動を一時的に休止。しばらくは療養生活に入っていたが、同年8月11日更新の自身のブログにて、病状が解放に向かい、9月24日のゼップダイバーシティ、東京でのライブから先月に復帰することが報告された。 好物は牛乳とオレンジジュース。ありがとうございます。